こんにちは、近藤千尋です。今日はですね、リクエストに多かった子供部屋を紹介したいなと思うんですが、子供部屋はですね、基本ピンクに染まっておるんですが、それはね、長女が大好きなピンク色にしてあげたいなっていう気持ちがあって、私の夢でもありました子供部屋やってできたので、今日皆さんに紹介したいなと思います。おもちゃの収納だったり、あとはお洋服の収納だったりとか、子供用のキッチンがあるんですけど、その DIY をしたところとか、ちょっと普段なかなか見せれない部分をドーンと今日は皆さんに見せたいなと思いますので、ぜひ皆さんチェックお願いします。今回初めてのお部屋の中を YouTube で見せるということで、これありきで撮ろうと思ったら、なんかなかなかタイミングがなくて、こう長女が学校行ってる間に撮っちゃおうと思ったんですけど、そうすると次女がうるさかったりとかあとなんかいきなり泣いちゃったりとかして、何回も止めなきゃいけないなと思ったので、ちょっとあの次女も交えながらの撮影になってしまったので、声はちょっと後乗せという感じでやらせていただきました。それも初の試みなので、ちょっとどんな仕上がりになってたらごめんなちゃいなんですけど、ぜひ皆さん最後までご覧ください。どうぞ。こちらが早速とわみゆのお部屋です。こんな感じで全体的にピンクにまとめてます。こんな感じでおもちゃはずらっと並んでありますね。ここね、粘土とか種類別に入れてるんですよね。これがお絵かきセットで、これが大好きなハントミラージュシリーズガールズ戦士ですね。あとこれがレゴが大好きなんです。何個集めてるのかってぐらいレゴが入ってるんですよね。で、これが落書き帳とかね、お絵かき系のやつ、こんな感じかな。で、上はずらーっと、もう0歳の時から集めてるおもちゃがいっぱいあって、これコスメね、もう化粧するんですよ、父ちゃん3歳なんですけど。で、これ一応防犯カメラ、何かあった時のために置いてます。で、ここのね、上とこの下がみゆちゃんの遊び道具、2段だけでね、このね、ボールシリーズ、このね、100均のボールめちゃめちゃ使えるんですよね。これぜひ100均に売ってるんで皆さん見てください。みゆちゃん永遠にこのボールで遊んでます。こちらがピクロクに入ってるのがお着替えセットとかね、種類別にこうやって入れてると、あの着替えどこにあるんだろう、あの人形の着替えどこにあるんだろうっていうのが分かりやすいのでおすすめです。はい、こちらは何かと言いますと、イーコポイントのシールですね。父ちゃんがお手伝いしてくれた時とかに、イーコポイントって言ってこのシールをあげて喜んでもらってます。はい、こちらが本棚ですね。父ちゃんとみゆちゃんのいろんなもの入ってます。このノンタンシリーズが父ちゃん一番大好きで、いつも読んでます。で、下がみゆちゃんの絵本、かわいいいないいないばあとかですね。で、落書き帳はコストコで、これセットでめちゃめちゃ安かったです。落書きだよ。で、この巾着には何が入っているかというと、人形、これはなんとばあばの手作りなんです。そしてこちらが父ちゃんの大好きなキッチンですね。これ取っ手の部分とか木のね、こういう部分がね、もともと黄色とかだったんですけど、お部屋の雰囲気にちょっと合わないなと思って DIY しちゃいました。で、中がこんな感じで、お野菜はこうやってカラフルなものと木のもので一応分けてます。そっちの方がね、掃除しやすいから。で、お皿でしょ。で、これディズニーランドのお菓子入ってたやつはパンのね、パンの入れ物ですけど、ちょっとかじってる、みゆちゃんが食べちゃいました。大変、本当にで、これはアンパンマンのお買い物シリーズですね。こうやって種類別に分けとくと、やっぱり自分も片付けやすいし、とわちゃんも片付けやすいかなと思います。で、これが DIY に使ったペンキです。かわいいよね、これね、匂いも全然しなくて使いやすかった。で、ここからはお洋服の収納をいきたいと思います。ギューン、こんな感じ。ここトワミユのお洋服が入ってます。ここラベル分かりやすいように貼ってます。ミユ、トワって、まあトワの方が割合はまだ多いかな。これトワのボトム、トワのトップスで、ミユちゃんのお洋服って感じですね。もうほぼお下がりかな、ミユちゃんは。デニムとかは上に積んでます。
とリュックとかね、あと最近ちょっと寒くなってきたんでカーディガンとかを衣替えして出しました。こんな感じ。はい、反対側はこんな感じです。もうコスチュームがいっぱいあるんですよ。もうトワちゃん大好きなの。これね、今やってるラブでババッと逮捕します、ラブパトリーナの衣装ですね。エルサとか、これもファントミラージュですね。ファントミラージュも大好きだった。いけないこと頂戴します。これがね、2歳の誕生日に来たやつ、あ、3歳か、3歳の誕生日に来たやつね。で、これディズニーランドで毎回買わされるプリンセスのお洋服、高いのよこれが。で、こんな感じ、アウターね。で、この棚はね、楽天で買いました。めちゃめちゃ可愛くないですか。で、これはトワミュって書いてる人形。はい、じゃあこの棚の中はこんな感じです。一番下がミュちゃんのパジャマ、上がトワちゃんのパジャマで、トワミュのニットとかのお洋服を入れてます。結構ね、お揃いが多いね。で、アジュガのお洋服です。あとはザラベイビーとか好きかな。あ、おっと、多いよね、これ。うっちゅしゅしゅ。で、ここがコニーのやつ、トワちゃんのおパンティープリンセスだらけ、恥ずかしい、おパンティーさよなら。で、これが下着、でも下着ね、こんな感じですかね。おお、はい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 、みーちゃん、はいはいはい、おお、どうしたどうしたどうした、ちょっと待ってね、今 YouTube 撮ってんだよ。あ、で、これがゴミ箱、めちゃめちゃ使える。これは本当に使える。 Amazon で買ったかな。隙間にスッと入るんでね、しかもピンクだからすごい可愛い。これがね、トワちゃんのパソコン、プリンセスのパソコンです。これね、すごいおすすめのおもちゃ。これトワちゃんのお風呂なんですけど、まだ遊び方分かってないかな、みゆちゃんね。でもただね、こうやって押すだけでボールが出てきたりして、簡単にみゆちゃんも遊べます。投げるの違うね。はい、こんな感じでトワちゃんとみゆちゃんのお部屋を今回は紹介しました。みゆちゃんも一生懸命遊んでるので、それではまた。うそうそ、置いてかないよ、うそだよ、置いてみゆちゃん、おいでおいで、来ないんかーい。はい、今までのは綺麗な部屋だったんですけど、これは、はい、汚い日の部屋です。しかも見てください、これ汚れ落とそうと思ったら漂白剤で失敗してこんななっちゃった。ひーぼくんに言ったらね、日本地図みたいでいいじゃんって言われたんですが、もう母落ち込みまくりです。